イルヌール・アザ・トービチ・ザ・カリンは、ロシア、ナーベレジヌイエチルヌイ出身の自転車ロードレース選手。2007年に17歳で、ロードレース、ヨーロッパ選手権のジュニア、個人タイムトライアルを制した。2009年7月、ロシア自転車連盟は、アナボリックステイロイドのメタンジエノン陽性反応により2年間の出場停止処分を下した。 2011年に出場停止期間が明けて復帰すると、2012年に、コンチネンタルチームのイテライコールカチューシャに所属。秋には、チームカチューシャのトレーニーとして走るが、トップチームには選出されず、2013から2014年は、プロコンチネンタルチームのルスベロに所属した。2014年9月チームカチューシャは、ザカリンと2015年からの2年契約を結んだと、発表した。 2015年のツールド・ロマンディでは、頂上ゴール山岳ステージの第5ステージで構想して、区間2位となり、総合首位に立つと、最終第6ステージの個人タイムトライアルでは、メカトラブルによる自転車交換に見舞われながらも、トニー・マルティンに遅れることわずか13秒の走りで、区間3位に入り、総合優勝を果たした。2016年、ジロでイタリアでは総合優勝を狙える位置にいつつも、 オチシャリタイヤ。続くツールドフランスでは第17ステージで独走勝利。2019年8月9日、ポーランド籍の UCI ワールドチームである CCC チームはザカリンと契約を締結したと発表した。契約期間は2020年と2021年の2年間。2020年シーズンをもって CCC チームが消滅したため、2021年シーズンから フルスのガスプロムルスベロに移籍した。これまでにワールドツアーのレースで挙げた5勝はすべてステージレースでの勝利であり、それに加えてロシアの個人 TT 選手権でも2度優勝していることから典型的なステージレーサーである。戦術の4度のステージ優勝のうち3勝が山岳ステージでの頂上ゴールと高いと反応力を持っている。さらにザカリンにとって グランツール初のステージ優勝となった2015年のジロでイタリア第11ステージや2016年のツールでのステージ勝利では2位に1分近いタイム差をつけて勝利するなど独創力も併せ持つ。その一方でダウンヒルを苦手としている不死がある。2016年のジロでイタリア第19ステージでのリタイアはダウンヒル中の自社の際の負傷によるものであった。 さらに2020年のツールドフランス第8ステージでは、ナンス、ペテルスと共に逃げ集団から飛び出して2人で先行していたが、ダウンヒルでピータースから1分以上差をつけられた上に、元いた逃げ集団の2名にも交わされて、ステージ4位に終わっている。ありがとうございます。